それではこれから第2部に移らせていただきます。元総理支局長であった加藤達也先生が同じ裁判を戦った身として、奥さんと共に登壇をしてその熱い思いを語っていただきます。先生よろしくお願いします。退席されましたけれどもですね、山田博史参院議員が先ほどこちらで、吉田松陰のようなすがすがしさを奥さんの行動に感じたとおっしゃっていたと思います。で、私も実は、その奥さんの行動力から感じる行動から感じるですね、いろいろな考えといいますかすがすがしさ、こういうものを感じてました。で、そのですね、源泉といいますか根本的な理由が一体何なのかということが今日分かりました。先ほどのお話の中でですね、事前に、8度もですね現地を視察して、入念に、犯行計画を立てるこの緻密な戦略性ですね、それからもう一つは目的を貫遂するですね、この能力といいますか、意気というか精神力ですね。まさに元自衛官といいますか現役の自衛官よりもですね、そういった必要不可欠な能力には長けた人物が奥さんではないかと思いました。で、その話を聞きながらですね、吉田松陰と奥さんとの間にですね大変ふさわしい言葉はないかなと探しておりましたら見つかりませんでした。ただその代わりにですね、かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれる大和なるという、吉田松陰の句として有名な歌でございますけれども、それが頭の中を何回も巡り、去来したとこういうことでございます。私ですね、朝鮮半島の姿一体どうなっちゃってるんだろうなということをですね、ずっと考えてきました。それは元特派員だからということでもあるんですけれども、今例えば今日はですね金正恩が、中国を訪問したというニュースがですね、話題をさらしているわけですよね。で、そういった状況の中で、この国の日本という国のですね、国権の最高機関、何をしているのかなと、新聞記者というよりはですね一人の国民としてそういう観点でですね、見ていました。世の中大変な勢いでですね日本の手の届かないところに行ってしまいそうな今状況だということですね。朝鮮半島で取材をしたことがあるものとしてですね、そこに住んで、そしてちょっと得意な体験をしたものとしてはですねそういう認識を今持たざるを得ないというところでございます。最初にですね朝鮮半島を理解のためにですね500日間私朴槿惠政権と500日間ちょっと非常にですね濃密な時間を過ごしてまいりましたその朴槿惠さんはですね、今となっては塀の向こうの住人ということになってしまいまして、若干 この考えがあるわけでございますけれども、その前任者のですね、イ・ミョンバク大統領もこれまた塀の向こうの住人になってしまったという出てきては消え出てきては消えるというですね、非常に手品のような国ですね
というのが今の韓国、昨今の韓国の情勢だなと思っておるところです。で、先ほどですね、奥さんのお話の中に、加藤さんとご自身、奥さんは違うんだというお話ございました。確かに奥さんのようにですね、高い戦略性も、なければ、ただ私は自分の記事をですね、職務として書いただけでございまして、その結果が開いたことになりまして、日本の国の少なくない方からですね、共感やですね、ご支援、もちろんいろいろな、やりすぎだとかですね、産経新聞はそもそもヘイトスピーチをですね、増長しているような新聞社なので、ざまみという、こういったですね、手厳しいご意見も当然ながら社もいただいたわけなんですが、少なくない方々はですね、パク・クネ政権、韓国とは一体どういう国なんだろうかということをですね、考えるきっかけに、したという、こういうご見解がですね、多数を占めたということですね。で、私の案件につきましては、日本の新聞社はですね、新聞社、メディアはですね、もう全くもって、スタンスの違い、垣根を越えましてですね、特に政権、どうなっちゃってるんですかと、そういう論調をですね、維持して、くれました。で、現地でもですね、特派員同士はですね、まさに垣根を越えて、一致団結してやるものなんですが、もともと仲がいいんですけどね、もう社の垣根を越えてですね、韓国政府側と、日本メディアの取材の現場でのですね、やり取り、そういったところでも問題提起を盛んにしてくれたということです。で、翻って奥さんは本当に孤独な戦いをですね、たった一人で、で、先ほどの話ですと、最後の裁判の時にだけ弁護士、しかも国選がですね、いやいやながら渋々といったところでしょうか、ついてくれた。そういった中でですね、孤立面、現地では孤立面、私は現地でもですね、実は情けないことですが、東京本社が派遣してくれた、数名のですね、加藤救援チームというその先輩や同僚に多々救われながらですね、現地で生活をし、そして途中からは私は出国を禁じられていましたけれども、取材の自由は取材パスをもらって、それを返上しろということも言われてませんでしたので、取材活動も普通に実はしてました。ですが、いろんな人がついてくるんですね。いろんな人といいましても、韓国政府の関係者の方なんですけれども、私が例えば現地の大使館のある講師の方と夕食を共にしていますとですね、少しずつですね、最初は空いてたレストランの部屋に少しずつ人が、カップルが入ってくるんですね。で、ほどほど2時間か3時間か私たちも、ほどほど喋り疲れ、酒を飲み疲れてですね、ヘベレケになる寸前で、そろそろ帰りましょうかと言って立ち上がるとですね、トイレに立ち上がるとですね、そのカップルの3組がみんな一緒に立ち上がって、カウンターのレジカウンターの方に向かうと。で、彼らは何なんだろうかみたいなことをですね、2人で話していったのをよく覚えています。こちらにちょっと示しましたけれども、その私の問題の経緯といいますのは、これがセオロ号という船が沈没した当日の写真なんですね。産経新聞が、これは平成26年の、4月16日の事故、翌日17日の新聞で伝えています。大変ひどい事故だったんですね。ひどい事故といいますのは、事故の規模だとかですね、犠牲者の数もそうなんですが、韓国政府、それから救難機関の対応が、ほぼですね、悲しい言い方ですが、デタラメだったんです。例えばここにオレンジ色の救命具を着た人がいるわけなんですが、この人たちはですね、白い船に乗っている人たちは、救難隊員ですね。救難隊員なんですけれども、実際に例えばこれだけの大きな船舶災害があったわけですから、アクアラングとかですね、あるいはこういう鉄の格子を、あるいは窓をですね、焼き破ったりする、そういう装備、専門性の高い装備を身につけて持ってきて当たり前なんですね。ところが事故後数時間経って、こんなふうに船がほとんど沈みかかっている状況の中でも、そういう専門の救難チームが来なかったわけなんですよね。で、そういったところに韓国人の、韓国の国民のですね、怒りが集中するわけですね。その不甲斐なさに対する怒りだったんです。自分たちの国はなんでこんなに情けない国なのか、とんでもない国だと。それでその怒りが朴槿惠政権にギュッと凝縮して向かっていったわけですね。それで、8月の3日、事故から、ちょうど4ヶ月後のことになりますけれども、8
8月3日にですね、私あの朝鮮日報っていう韓国で一番大きい新聞社、これがあの電子版のコラムを書くんですけど、このコラムにですね、空白の7時間の問題が大きく取り上げられているんですね。でそれを元にしまして、そこに、まあ、着想しまして、そのコラムの内容も一部こう引用しながら、私が日頃、まあ、お付き合いしていた韓国政府の OB などですね、に対してさまざまな資料提供を求めながら取材をしたところ、それが、名誉毀損になるというそういうことでございまして、検察からその年の10月の8日在宅起訴されることになりました。でこの間一体3ヶ月あ2ヶ月ですか、何をやってたのかと言いますと、これはですね、あの攻防というにまさにふさわしい、心理戦が繰り広げられていたんですね。先ほど奥さんに対してはですね、5万円で話しつけようじゃないか、こういう提案になったとさっき聞きました。私たちに対してはですね、金額の提示ではなくて、まず最初は、産経新聞のあなたはパク・クネ大統領の名誉を傷つけたわけだから謝罪と記事の取り消し、これをあのするつもりがあるかどうかっていうのを検事が、まあ、政権になり代わって圧力をかけつつ問うてくるわけですね。でそしてそれがですね、なかなか効果を発揮しないとなると、今度はですね、5万円ではなくて、遺憾の意を表明してもらえないかという、そういう状況にシフトしてくるわけですね。で、まあ、あのそういった攻防があって、結局私どもとしてもですね、まあ、実際のところあの身動きの取れない状況、つまりどういうことかと言いますと、何が悪いのか、何が悪かったのかということの具体的提示がまるでない、それから、パク・クネさん本人からの抗議なりですね、そういったものはまるで意思の表示が全くない、ですので何をしてもいいのか分からない、そういう状況の中で、韓国の検察がですね、こう型にはめる捜査をするわけですね。これはあの奥さんの場合と全く同じだったと思います。型を作ってそこにはめてくる、そういう捜査をするというのがですね、あの韓国の検察庁の、まあ、捜査のあり方だと。そしてですね、あの初公判があったり、その後翌年、その年が明けて4月14日にはですね、出国禁止が解除されるという事態になるんですね。まあ、あの出国禁止の解除もですね、実はこれは韓国政府が悩んだ末の一つの日本側に対する外交決着ですね、一つの、まあ、あの証ということが後で分かるわけですね。その年の秋、検察が1年6ヶ月を求刑をすると、そして、まあ、決心ということになるわけですが、この決心した時にですね、実はあの私もあの検事と心の交流がありました。その法廷で、まあ、集結した後、まあ、決心、判決を次回に控えているんですね。その時にですね、私自ら検事の方に行って握手を取ったんですね。ご苦労様でした、大変でしたと言いましたら、いや加藤市長こそ本当にあの、大変なご苦労なさいましたと。まあ韓国文のいくつか丁寧語にこう段階があるわけですけれども、最も丁寧な言い回し文法を使ってですね、私を逆にねぎらってくれたんですね。ですので私はですね、その検事のあり方を見て、あこの検事もまあ国の方向性、パク・クネ政権のですね、メンツ、これを守るために組織全体の一端としてですね、頑張ったんだなと、こういうことが分かった、その瞬間だったわけですね。まあ、あの いろんなことがありましたが、12月の17日、おかげさまであの無罪の判決をいただきまして、まあ、私自身、産経新聞社もですね、当然のことだと思っていました、当然のことだと思っていましたが、実はですね、あのやっぱりあの有罪以外の判決はありえないんだと、こう言って、言い含められて、日本の政府やそれから産経新聞社自身にですね、まあとにかく一言ぐらい遺憾の意なり謝罪なり、しないとこれは決着しないんだと、こういうことをですねおっしゃる、まあ、政治家の方々もいらっしゃるということは念をしておきたいと思います。あの韓国のですね、このまあこのセウル号事故をですねきっかけにしまして、いろいろ私も新聞記者でございます、本業がいろいろ考えました。それで他のものとの共通項、韓国の社会やそのなんていうかな、緊急事態に臨む時の構造といいますか、パターンをいくつかですね読み解くことができたんですね。まずあの大きな問題が発生します。そうしますと、それはもう韓国、日本でもそうですが、事態を放置しますと、政権が責任ある人を持っている、責任を果たすべき人がそれを放置しますと、どんどん問題が増幅するわけですね。で増幅しますと、今度はそれがあの誰も責任取る人がいないものですから、結局は政権の頂点、その行政のトップに責任が及んでいくんですね。そうしますと、今度は
いやいやいや、俺の責任じゃない、私たちの責任ではない、うちの政権のせいではないということで、無責任の体制を露呈していく。そしてそれに対して国民の今度は情緒というものをですね、一層反発を強めて、今度はそれを一定水準を超えそうになると、ノリを超えて反発が進んでくると、政権側はですね、権力を持っている方がそれを封殺をしようとする。韓国の封殺っていうのはですね、日本でもよく安倍政権に対して言論の自由、空間を狭める政権とはとんでもないという批判が、まあ、あります。あります。で、確かに満点ではないでしょう。しかしですね、隣の国の韓国のですね、この封殺の仕方とは、まあ、比較するのもバカバカしいことでございますね。私の事件がですね、まあ、ピークだった頃に、ある韓国のですね、まあ、左派系の団体が調べたところですね、23件、少なくとも23件以上の、まあ、ジャーナリストが被告となる、あるいは被告となる民事刑事の政権側からの、訴え、もちろん最終的には起訴された人もたくさんいます。23件がですね、存在したというのが韓国側の調べで分かっている。まあ、つまりこの言論のですね、言論に対して言論という、言論に対しては言論というですね、この相対するもののですね、まあ、違い、そこが韓国には、まあ、あるんですね。日本とはちょっと認識が違うということになるわけです。そして、まあ、私の書きました記事っていうのはですね、まあ、空白の7時間、事故のあった、2014年の4月16日、午前10時から夕方5時までパク・クネ大統領が一体どこで何をしてたんだろうかということが国会で問題になった。で、それをハンギョレじゃなくて朝鮮日報というですね、新聞社がコラムに書いた。で、私はそれをですね、こういうことが韓国では政治問題になっているということを書きましたところ、韓国の左派系のですね、メディアが、これウェブ媒体なんですけれども、これがですね、私の記事を丸ごと引用しまして、そして日本の産経新聞という局部の媒体がですね、この記事を書くほどまでにパク・クネ政権はダメなんだという、パク・クネ政権をぶったたくような記事を書いたわけですね。そうしましたら、それが韓国社会でガッと拡散をしまして、その記事が一人歩きをする。で、それを見てこれはダメだということで、政権の関係者がですね、まあ、問題視したところ、不思議なことにですね、3つの団体、右翼団体の人々がですね、名乗りを上げる。まあ、おそらくはサジェッションがあったんではないかなと思っておりますけれども、名乗りを上げて告訴、告発。この私の場合は告発ということだったんですね。そういう流れになっていました。で、まあ、出国禁止の間、奥さんはですね、地元の、まあ、居住地となっていた、事実上の居住地となっていたホテルで、非常にこの、そのオーナーであるとか、近所 の, お店の人だとかと仲良く、カレーライスパーティーなんかもやったということはですね、伝えて聞いておりますけれども、私の場合はですね、東京から私の激励と称してですね、たくさんの友達が私に会いに来てくれたんですね。それで、まあ、あまりたくさん来るんで困ったんですけど、まあ、大体最終的にはソウルの中をご案内をして、私の行きつけの店に行って、まあ、私の感情で飯を持って帰って、大体そんなことが多かったわけです。で、まあ、日本の大学のある先生がですね、来てくださいまして、その時に、新装開店っていう看板の出てくる焼肉屋さんに入ったんですね。偶然のことです。で、この焼肉屋さんで、その元、大韓航空のスティワデスだったという、キャビンアテンダントだったというですね、女性が、まあ、おかみさんなんですね。30代の半ば、ちょっと前ですね。で、そのおかみさんがなかなか美しい方でですね、その私の同行者はですね、私を激励するという本来の目的を忘れて、そのおかみさんに、まあ、猛アタックをかけるんですね。そうしますと、そのおかみさんもその私たちの席に座る。で、会話が弾むんですが、そのおかみさんはふと気づくわけですね。お前たちは、あなたたちはどうしてそんなに韓国語できるのと。いうことを言いましたら、その大学の教授はですね、自分のことはさておきながらですね、自分の、まあ、名刺を渡すんですね。いや、おかみさん、私のことよりこちらに座ってる人知ってるかという、ね、余計なことを言うわけですね。で、余計なことと言いますのは、つまり、いやいや、知らないけど誰というんで、いや、パク・クネ大統領の空白の韓国語でそこまで行ったところで、ああ、空白の7時間の記事を書いた、産経新聞のソウル支局長、加藤さんと、こういうことをですね、言われまして、その後はもう、ビールがたくさん抜かれましてですね、いや本当に思い出して嬉しいということで、ビールがたくさん抜かれましたで、まあ、会見の時にそのビールは当然差し引かれてるのかと思ったら、しっかりついてるオチがあるんですけど、まあ、
非常にですね、現地の皆さんが、産経新聞をですね、ものすごく悪魔のごとく、高さのごとく思っているわけでは、そういう人ばっかりではないんですね。で、まあ、当たり前のことですけども、やっぱり、基本的にはですね、民主主義の国ですし、世論もしっかり存在するんですね。では、なんでああいうですね、極端なことが起きるのか、ということが、やっぱり疑問点なんですね。一つはですね、韓国にはですね、見せる愛国心っていう考え方があるんですね。なんて言いますか、まあ、右翼団体を経営している皆さんはですね、その点の活動をすることによって、自分たちの存在をアピールしなきゃいけない。そしてそのことによってですね、保守系の、まあ、政党から、韓国ではですね、保守系の政党から、何らかの政治的な力をもらったり、ある場合には、経済的な支援をもらったりすると。で、活動をもっと活発になっていくと、こういうことでございまして、韓国の方々もですね、やることってなかなか派手なんですね。ですから、派手なことをやられたら、もうさらに派手なことをしなきゃいけない。したがってですね、その見せる愛国心の連鎖が国内で起きていくと、こういうような事態が当時あったんですね。それが今でもですね、反日行動なんかにも見られるように、そういうことは今でも頻繁にあるわけなんですね。まあ、この左側にいらっしゃる方、パク・ヨンガンという方で、元検事の弁護士さんなんですね。韓国ではですね、まあ、特殊なその案件ということで、ね、最近は日本でも何て言いましょうかね、特殊な案件という言葉がですね、よく出てくるわけですけども、パク・クネ大統領の名誉を毀損した新聞記者の弁護なんかを誰も引き受けないという状況でした。で、そういう特殊案件についてですね、このパク・ヨンガン先生はですね、引き受けてくれたんですね、渦中の栗を拾う、そういう、まあ、ジャーナリズムが歪められようとするのは、認められないというですね、認識に立つ、放送人もいるということなんですね。で、まあ、先ほど言いました、これがまさにこの見せる愛国心の典型的な例ですね。まあ、昔はですね、よくスーパーマーケットのおもちゃ売り場なんかとこういう人がいましたね。ちっちゃい子ですけどね。赤いジャンパーを着て、こう。この車なんですね。この車は私が乗ってるんですが、先ほどのパク先生が、通勤に使っている車を運転手さん付きで貸してくれたんですね。大変立派な車でした。乗り心地も満点でした。ただ、この人がこうやって暴れ回るもんですから、卵をぶつけてですね、自分たちの主張を書いたビラを窓に貼るんですね。で、ベルトのバックルがこう擦れて、50万円ぐらい日本円にしまして、そういう損害が出たので、弁護士先生が怒りまして、これはもう直ちに告訴したいということでですね、私はこの車に乗って法律事務所のある、カンナムという大きな町のサムソンタワーに行きまして、で、その駐車場でその弁護士先生がこの車を見て、様相が変わっていくのを見ました。で、加藤さん、お疲れ様と言ってくれるのかと思ったら、加藤さん、これを今日告訴したいからすぐに警察に行ってくれと言ってですね、弁護士事務所に足を踏み入れる前に、私は、裁判所から戻って、そのまま警察署の告訴のことで陣に乗ったと、こういうようなこともございます。で、これは出廷状況なんですけども、これがこの車なんですね。車を降りますと、この人、テイリーさんなんですが、テイリーさんが2人1組で私をエスコートしてくれるんですね、法廷の中まで。で、連れてってくれて、帰りも、このもう一人の方と一緒にエレベーターに乗って降りてくれた。で、判決の日にですね、判決が出て無罪だと言われた日に、この人が私のところに、ちょうどこういう台ですね、証言台がありまして、証言台のこちら手に私が座ってまして、こちら側に検察席があって、証言台の付近をこう縫うようにして私のところにこの人が来ました。で、いや、司法書、本当におめでとう。私はあなたが無罪になるのを本当に心から信じていましたし、念じてたと思うんですね。そんな人がいるんだな、やっぱりこの経験、いい経験だったなと、無駄ではなかったと、私、もう本当に関連に結ぶような思いでございました。で、エレベーターにこの人がエスコートしてて入ったんですね。で、この人の相棒が乗ってきて、ドアが、じゃあ閉めますよって、ドアが閉まりました。その瞬間にこの人がですね、相棒のことを肘でポンポンとつきました。はい、賭けは俺の勝ちだったなっていう。私のこの裁判に勝ったから、喜んでくださったのか、それとも自分の賭けに勝ったから、喜んでくださったのかっていうのはですね、私ちょっと今一つ分からなかったんですよ。まあ、これも役得かなと、韓国人の謎めいたことをですね、より深く知るようになった役得だったかなと、こんなことを思ってたわけですね。まあ、私の件で無罪になった。まあ、奥さんは戦略的にですね、戦略的に有罪、徹底的に争うんだと。そして、韓国側の政府の誤った認識、あるいは嘘、虚偽をですね、正すというですね、そういう使命を果たされたわけですが、
私たちのちょっと違ってまして、この状況をですね、ちょっとこう模式図化してみますと、こんな感じだったんですね。私たち韓国側から、あなたは罪を犯しました、産経新聞社はとんでもないと言われたときに1ミリも動かなかったんですね。これは菅官房長官の口癖ではありませんけど、1ミリも動かない。なぜか、別に私たち意地を張ったんじゃなくて、意地も張ってました、少し。ただ状況がわからないし、なんでそんな容疑がかけられてるのかさっぱり意味がわからないので、身動きができない状況だったんですね。で、1ミリも動かない状況の中で放置してました。救護チームが、到着し、作戦会議もやりました。で、さて、どうやって争うか、何か暴れるわけにはいきませんので、私たちはやっぱりマスコミですので、言論機関でございますので、ありのまま発信していこうじゃないかということになったんですね。ありのまま発信していく、何があったのか、そうやって検証も兼ねてやってきましたところ、国際社会が、特にアメリカのニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、それからイギリスのフィナンシャルタイムズですね、こういったものがですね、次々と論評論説で韓国政府がやってること、パク・クネ政権がやってること、一体何をやってるのかさっぱりわかんない、おかしいんじゃないかというですね、議論が次々に起こっていくんですね。そして今私が在宅起訴された、そしてそこから初公判までの間、まだ、揺れ動いている時にはですね、アメリカの当時の国務省の報道官で女性で、サキさんという人がいました。このサキ報道官が、2つ重要なことを指摘するんですね。会見でこの、パク・クネ政権と産経新聞の問題を問われて、1つはですね、1つ、この経験、この状況をどう思うかと聞かれて、そのサキ報道官はですね、アメリカはですね、そのアニュアルレポートの中で、韓国でのですね、この名誉毀損罪というものが、第三者による告発によっても認められているということ、それについてそもそも疑問であると思っていた、それがマスコミの活動や空間を制限することになりはしないかということを懸念していた。そして、アメリカ合衆国はですね、常に言論の自由、報道の自由をですね、守る、そういう立場であるということを、立場を明らかにしてしまったんですね。それで韓国政府はですね、動揺したんです。ニューヨークタイムズもワシントンポストもですね、慰安婦の問題などを中心に、しまして、日本に対しては厳しい論調の新聞社だったんですね。今でもそういう側面があります。で、特に当時はですね、安倍政権が誕生してからしばらくの間は、多くのアメリカのメディアはですね、日本の安倍政権は歴史を修正しようとしている、リビジョニストであるという批判を繰り返ししていたんですね。で、つまり韓国政府のですね、対日、対安倍政権批判と、それが見事に平行線、一致していた、批判の論調だった。なものだから、ニューヨークタイムズやワシントンポストはですね、特にニューヨークタイムズですね、非常にですね、親韓国的な立場を維持してくれている新聞だとこう思っていたようなんです。これはようだというのは、私自身のこれは取材ではなくて、弁護士さんなんですね、韓国政府に対する、調査、その結果なんですけど、で、その結果ですね、動揺が起きたと思うんですね。で、最初はですね、検察に呼び出して謝罪要求をかけてるんです。これはある意味、恫喝による謝罪要求なんですね。で、それが通じなくなってくると、今度は、このままだと加藤さん、出国禁止ずーっとできないですよ。有罪になってしまったら、拘束されてしまうかもしれない。という発達とか、圧迫に変わってくるんですね。でも、それでも1ミリも動かないものですから、怪獣に出てくる。いや、このままだと日韓関係が、問題はもう全然解決しなくて困っちゃうから、遺憾の意、この一言でいいから、遺憾の意を使ってくれないだろうかということをですね、会社側、あるいは私自身にもですね、さまざまなアプローチが。結局はですね、最終的には韓国側は無罪ということでですね、圧力をですね、有効に活用することもできず、譲歩、敗北していたということがですね、一連の流れの中で見えてきたんですね。で、その韓国の法治というのはですね、韓国にももちろん法治はあります。法治、一応そういう意味では法治国家ではあるんですね。法律に基づいて、政事が行われている。例えば、このソウル中央地裁判決の時にですね、判決の言い渡しは午後2時からですね。で、午後2時からだったんですが、私、これから判決を言い渡すので、被告人は立ちなさいと言われて立ちます。で、
しばらくずっとこう何かこう読み上げる、ね、判決文が読み上げられる、ね、判決文が読み上げられてる間ですね、いつまで続くんだろうな、そろそろちょっと腰が痛くなってきたなとか思いながらやってましたところ、結局最後のですね、5時過ぎの判決の言い渡しまで、主文の言い渡しまでですね、ずっと規律を求められていたんですね。途中に弁護士が、裁判長、ちょっと被告人、これ疲れてきてるんで座ってもいいかと、ダメだと、こういうわけですね。これはですね、後で、これは私の見解です。おそらくあの裁判長はですね、無罪を言い渡すことがですね、腹が立って仕方がなかった。だから、3時間経ったまま経過ということがですね、そこでなされたんじゃないかなと。そう、私は、今、冗談半分で言ってますよ。冗談半分ですが、実はそういうことも私は考えている。そして、一方で、韓国の外務省ですが、この判決の日、判決にあたってですね、最初に、なんと、量刑参考資料で、私、要は、加藤被告に無罪を出してもらいたいというようなことをですね、突如として文書で言い出すんですね。まあ、普通はこういうのは、行政による司法への介入と言いますね。日本ではこんなことはちょっとないことなんですね。あと、それから法とか証拠というよりもですね、論とか自己都合が、法廷の場でも優先されるんですね。で、その詳細な状況については今日ご報告する時間がありますので、できましたら私の本を買って読んでいただければと思っています。ただ、強いものが勝つ社会なんだということは言えるわけなんですね。強いというのはですね、例えば声が大きい、それから、権力を背にしている、あるいはお金を持っていかなる弁護士も確保できる、強いものというのはある種政権であるわけですね。で、政権はですね、政権の権力の強さには賞味期限がありまして、よく言われるようにレームダックになってくると権力が落ちてきて、その代わりに、では検察や国家権力どこを見るかというと、国民情緒をですね、忖度するようになるんですね。国民情緒を忖度するようになる、そういうメカニズムが、あるのかなと私は思っていました。ですので、教訓としてはですね、さまざまな方のご助言だとか、お手を煩わせてしましたし、ご心配をいただいたんですが、そういうことも含めまして、理不尽な要求とか恫喝には屈しない、そういうものはですね、あらゆる手段を尽くして徹底的に争う、私はこれ争う、ひらがなで書いてますが、戦うと言いますと、やっぱりファイト、殴り合うとかですね、そういうことを連想しがちですが、争うというのは、奥さんのようにですね、さまざまな戦略、知略のですね、もうギリギリのところをですね、駆使して、事前に準備もし、味方も揃えですね、結果、最後の結果を得るまで完遂するというですね、この執行能力、実行能力ですね、こういうものを含めて徹底的に争う。その奥さんと私は結果が違いますし、道順も違いますけれども、この争ったという意味では全く同じことだったのではないかなと今思っているところです。時間はあとどれぐらいいただけますか。15分ですね。はい、ありがとうございます。で、その教訓をですね、前提にしまして、今度はですね、韓国という国は一体今どうなっているんだろうかなと。これは私新聞記者ですので、本当の本来の仕事でもありまして、元被告人の話はここまでにしましてですね、韓国がとても今急旋回をしようとしてますね。どういうことかと言いますと、それ自体がやっぱり日本にとっての朝鮮半島危機なんだと思います。韓国はですね、別に日本に武力攻撃を仕掛けてくるわけでもないし、なんでしょう、嫌がらせで愛おしい国だなとは思うかもしれませんが、半ばですね、今のインバウンドの効果のですね、相当数を韓国から私たちは享受しているわけなんですよね。そういう関係の中でですね、ではなんで何が半島危機なんだと言いますとですね、今韓国で起きているのは、これ保守の壊滅作業が着々と進んでいるところなんですね。今2人の大統領がもう連続して捕まってしまいました。で、昨日や今日の新聞ではですね、こういう2人の大統領が逮捕されたというこの現象を捉えて、権力構想なんだと、それから政治的報復なんだと、こういう説明の仕方が一般的にされてるんですよね。でも私はですね、単なる権力闘争だとか、政治報復じゃないんじゃないかなとちょっと思ってるんですね。どういうことかと言いますと、このですね、容疑なんかはですね、この情報機関からの裏金収受、これは2人とも、イ・ミョンバク大統領もパク・クネ大統領も、同じなんですね。で、パク・クネさんはですね、国民情緒の結果どうなったかというと、
逮捕に反対する世論もそこそこあったんです。まあ、イ・ミョンボクさんはですね、さっきは私のように車に卵を投げられて寂しくですね、引っ立てられていったわけなんですが、こういった微妙な違いはあるんですけれども、もっと大きな目線でものを考えてみますと、これ韓国で革命が起きてしまったんですね。そして前政権のこれ革命ですから、と革命だったと定義すると、前政権、それから前政権のさらに前政権、この2つはですね、これ保守ですから、この保守政権を完全に墓場に葬る、そのための作業が今進んでいる。もうおそらくですね、このままもうちょっと行くと韓国ではですね、保守政権が戻ってくることはないのではないかなとすら私は思うんですけど、一つはですね、キーワードがですね、ウリという言葉なんですね。ウリっていうのはスイカの仲間じゃないですよ、これは。韓国語では私たちっていう複数の一人称のウリっていうんですね。で、この複数の一人称であるウリっていうのは、韓国国内ではこの人たち全体我々なんです。ただ大統領がですね、ムン・ジェイン大統領が今使う文脈の中でウリというのはですね、北朝鮮と私たちが合わさってウリ、我々なんですね。そういう文脈でムン大統領はウリという言葉を使うことが多いんです。ですからよく出てくるのは、我々民族だけで、我々民族同士という、こういう限定するための言葉としてウリが使われるんです。そうしますとどういうことかというと、私たちだけで民族による民族同士の南北統一をしようじゃないか、そして、私たちの民族の歴史に、大きな墨を垂らしてくれたこの日本新日勢力、新日勢力っていうのはパク・スネさんとそれからイ・ミョンボクさん、二人ともですね、キーワードは日本なんです。まあ、パク・スネさんのお父さんはですね、陸軍士官学校に留学したこともあるし、それからそもそも満州軍官学校の卒業生なんですよね。で、それは日本がもう全面的にバックグラウンドになる。で、イ・ミョンボクさんも大阪でお生まれになったんですね。そして韓国では2人とも保守と、それから新日というのはですね、韓国今の文政権の目から見るとおそらく重なって見えてるんだと思うんですね。ですので、自主、私たち民族で、ウリ民族で、自主的な現地外交安保を築こうじゃないかと言われた時にですね、私たちは、はっ、これはまずいと思うわけですね。私たち民族って韓国全体がですね、北朝鮮側に行ってしまったら、そうしますとですね、今は南北の対比する線っていうのは、軍事境界線、いわゆる38度線に存在するんですけど、それがぐーっと南に来てしまいますね。対馬のおそらく北方にその対立の線が下ってくる可能性がある。まあ、革命を主導したですね、この労働組合の皆さん、大体まあ相当数いるわけなんですけど、この人たちを中心とした、まあ、就労環境も今整備されようとしているんですね。労働組合の代表者を会社の、まあ、取締役に登用をしている。まあ、ヨーロッパなんかが一般的に、まあ、よくある制度なんですが、韓国の場合はこの労働組合っていうのは新北朝鮮、旧北朝鮮の場合が多いんですね。ですので、旧北朝鮮の人たちが北朝鮮を忖度した経営環境を求めて、まあ、会社のやり方を決めていく、そういったまあ、経済社会が生まれかねない、まあ、韓国式な式のですね、共産主義体制に向かっているんじゃないかなという懸念も、実際に韓国人の学者の方がですね、そういうことをおっしゃる人もいるということなんですね。まあ、ムン・ジェイン政権っていうのはですね、非常によく計算の行き届いた政権でして、慰安婦問題っていうのはですね、これ一つの、まあ、この反日をですね、活用しているんですね。で、反日を活用する、一般的に皆さんが思うのはですね、国内を滑るといいますか、国内を統一するために反日の感情を盛り上げて、敵は日本だと、こういうふうに使う、そういう、まあ、キーアイテムと、こういうふうに感じる方もしれません。そうではないんですね。それだけではないんです。韓国の新北朝鮮グループと、それから北朝鮮の政権、これはですね、この日本と韓国が仲違いすることによって利益を得てるんですね。利益を得てる。まあ、新しいレジオに向かっていこうとする。それが一つの利益の目的だと思ってるわけですから、そっちの方に向かっていく。左派新北朝鮮政権の、まあ、一つの原動力にもはや慰安婦問題を含めて反日っていうのになってしまってるんですね。そういうことは実際にいろんな例から、まあ、見ることができるわけですね。
で、ちょっと経緯を見てみますと、1990年、平成2年ですね、この低身体問題対策協議会というのができます。そして92年、南北首脳級会談ですね、これは首脳級会談、ですから、首脳級というのは、まあ、近日性が直接出てきたわけじゃないんです。協議なんで、まあ、首脳級会談が行われて、そこで、慰安婦問題をですね、対日追求の基本的な原則にするということで、共同で一致するんですね。そうすると今度は北朝鮮側にも対策委員会というのが、これに呼応する形で対策委員会ができるんですね。そして今度はですね、93年には河野談話が発せられるわけですが、この時実はですね、河野談話を発せざるを得ないような国際的な包囲網が、日本国内の新北朝鮮団体と、それから韓国の新北朝鮮団体、それから北朝鮮、このトライアングルの中でですね、ぐーっと広げられていて、その中で河野談話は河野さんが絡め取られていったと、こういうふうに見ることもできるんですね。ですので、これは北朝鮮、この談話が出ると北朝鮮と韓国の左派を信奉する人たちにとってプラスだったんです。そして次にですね、この2011年には今度韓国の憲法裁判所、これが非常に問題の多い、まあ、司法機関だと言われていますが、韓国は最高裁判所の他に憲法裁判所があるんですね。憲法裁判所はですね、慰安婦問題について賠償請求の権利が存在するということを明確に日本側に訴えて、賠償請求行動をしないのは、すごい韓国政府の怠慢だと、これは不作為による犯罪に近いという、そういう趣旨の、まあ、決定を出すんですね。そうしますと、イ・ミョンバク政権は、当時、少しずつレームダックに向かっていた政権の後半から下りかかっていたので、これは大変だということでですね、けしかけられた、韓国の左派的傾向に強い憲法裁判所にけしかけられて、イ・ミョンバク大統領が、慰安婦問題を強く訴え出して、そして、竹島に不法に上陸をして、まあ、天皇にですね、韓国に来るつもりがあるんだったらば謝罪の言葉を用意すると、というですね、そういう趣旨の発言をしている。まあ、押し立てられた非常に高い戦略性の北朝鮮と、それから日本の新北勢力、そして、韓国の新北勢力のこのトライアングルの高い戦略性の中にですね、慰安婦問題というのはもう明確に武器として位置づけられた、こういうことが言えるのかなと。でこれからどうなっちゃうんだろうかなということを皆さんご関心がおありだと思うんですが、これまでは一応日米韓っていうトライアングルとか、これは三角同盟って言い方をたまにする方がいますが、三角形の同盟ではないんですね。それは日本と韓国をつなぐ線が同盟が存在しないですから、アメリカを中心とする矢印みたいな感じなんですが、そのですね、矢印の片方の腕から韓国がズルズルっと抜けて北朝鮮の方に行ってしまうと、この日米間が相対的にプレゼンスがぐっと下がって、南北っていうプレゼンスがぐっと上がってくる。そうするとこんな感じに日本はなってるんですね。日本のすぐ近くにロシアっていう乱暴な国があって、そして中国っていう乱暴な国があって、そしてもう一つ北朝鮮プラス韓国っていうですね、不可解な国ができる。そうするとどうなるかと言いますと、まあ核を持った北朝鮮王朝を再現しようとしているんですね。北朝鮮にですね、韓国がチューッと吸い取られていく。そうしますと、もうさっき言いました、私たちの民族なんだ、だから米国はいりませんと言ってですね、在韓米軍も入ってくると、こう言い出すんですね。そうしますと、南北があって、ロシア、クリミア半島を軍事的に、ついこの間、軍事的に侵攻して、現状を変更しましたね。それから中国も海洋、覇権国家化の野望っていうのがあるわけで、これもある意味、力による現状変更。ということを考えてみますと、この東アジアの国っていうのはですね、まあ、日本がそうなるべきだということは私は全く思ってないです。ただ、客観的に見ると、力によって、まあ、国際的な法治だとか、既存のルールだとか、そういうことではなくて、力によって自分たちの訴えによってですね、ものするんだと。こういうことをですね、まあ、平気で政策の中核に据えてくる国が周りにいっぱいある。いつの間にかそういう国に包囲されていた。その姿がですね、実は、そういう現状に日本の国会議員の方もですね、もしかすると多くの方は気がついてないかもしれないし、多くの国民の方もですね、その現状にあるんだってことは分かってないかもしれない。で、まあ、時間がありませんのでですね、いくつかちょっとこう割愛をしながらお話をしたいと思うんですが、4月の末に南北首脳会談をすることになってますね。で、この狙い、まあ、皆さんもよく新聞もよく読まれておられるだろうし、ニュースも見ておられると思います。
ですね、復習的にちょっと見てみますと、この中でいくつかのキーポイントがあると思うんですね。一つは対話が続く間は核実験も弾道ミサイル発射も凍結するよと言ってるんですが、北朝鮮これずっと欺き続けてる、この同じことを言い続けてずっと国際社会は騙され続けてるんですね。それから米韓合同演習にまあやっても理解を示した、やっても仕方がないかな、それは分かります、ね、これが新しいところだから、これが重大な変化なんだと、重大な北朝鮮側の情報と見るべきなんだという見方もあるんですけど、実はアメリカ側はですね、そんなに派手なことは今回できないんですね。すでに国際社会はピョンチャン五輪で見たようにですね、もう平和モード、対話モード、南北っていうのはもう対立からですね、平和に向かってるんだと、勝手に皆さん誤解をしている、国際社会の現実はそうだと思うんですね。ですので米国がここで強硬なですねことをやる、例えば潜水艦だとか、それから空母を大量に動員してですねやると、逆に南北の朝鮮半島の平和的な環境をアメリカ、トランプ政権は壊そうとしてるんじゃないかと、国際社会がそう見るようになってしまうというふうに北朝鮮が誘導してるんじゃないかなと、それは思える、おそらくそうだと思います。そういう状況があるんですね。まあ、北朝鮮と韓国っていうのは合意と裏切りの外交史、ずっとそれが繰り返されてきたんですね。合意したり宣言したりすると北朝鮮は潜水艦船に侵入、そしてもうやめましょう、もう二度とやりませんと言って約束をしながら潜水艦侵入、そして1回目の南北首脳会談がありました、共同宣言で平和に向かいましょうと、実は核兵器持ってんだぞ宣言、それから、続けて1回目の核実験があって、そして6カ国協議が枠組みが組まれた、そして2回目の首脳会談があって、また首脳級で平和に向かうという約束がされる、宣言されて、また実験があって、今度は2010年には哨戒艦を魚雷で撃沈するという事件が起きる、ヨンピョン島が砲撃される、そしてさらに6回目の核実験、そして大陸間弾道ミサイル、アメリカの 東海岸に届くとされる、火星15ですね、これが発射されたり、そういう状況、騙されながら騙されて、約束をしてまた騙されるということにですね、韓国は、学ばない、なぜなの、それは学ぶつもりがない、なんで、ムンジェイン政権だからなんですね。ムンジェイン政権はさっき申し上げたような性格の政権なんですね。アメリカにはですね、時間がほぼ非常に少ないと、秋に中間選挙があったりですね、アメリカの CIA がですね、今年の秋までには、東海岸に到達できるミサイルが完成してしまうだろうという予測も既に立てているんですね。ですので秋までに何とかしないといけない。その中で2つ、北朝鮮がですね、核放棄に今回、米朝首脳会談がもし開かれたとして核放棄にちゃんと応じなかったとしたら、アメリカはもしかすると軍事作戦を発動するかもしれないですね。なかなかしにくい環境になっているとはいえ、その可能性、最近の米国政権内のですね、人材の登用の動きを見ていると、なんとなく強硬だなと、そうも思えなくもない。一方でですね、北朝鮮がアメリカ本土を攻撃しないと確約した場合にですね、万歳できないですね、日本は。なぜならば、これ妥協すると、アメリカも北を攻撃しない、お互いに攻撃するのやめましょう。でも、ノドンというミサイルがですね、現実に200発、弾頭が核兵器なのか、それとも一般兵器なのか、それとも、BC 兵器なのか分かりません。分かりませんけど、いずれにしても日本に直接弾撃するですね、こともできる、ノドンの200発もすでに銃口が開かれている状態なんですね。そうしますと、それはもう戦争になったらこれはもう大変なことなんですが、米朝が妥協しちゃったりしたらですね、拉致問題だとか日朝間の問題、懸案、それより何よりですね、強硬姿勢を継続するのか、関係を改善して緊張を緩和するのかということにですね、日本社会は、政治は大揺れになると思うんですね。あまり、なんて言いましょう、米朝が会う、あるいは中国と北朝鮮が会うことによって、日本がバスに乗り遅れるなという、そういう機運が高まってきますと、政治、官邸がですね、この、なんて言いましょう、先走るような状況になる。あまり焦るとですね、今本来私たちが求めている平和だとか、繁栄の基盤、これが損なわれてしまう。つまりは国益が損失される可能性があるんですね。あんまりですね、政府に何をしてるんだ何をしてるんだと、そういう発言というのはですね、これは気をつけるべきかなと私は思っています。北朝鮮はですね、アメリカに対しても騙し嘘ばっかり言ってるわけですね。
で、そういった状況の中で、エドワード・ルトワックというですね、アメリカの有名な戦略家がいるんですね。で、この人は文藝新潮社から本を何冊か書いてる有名な人なんですけど、この人もですね、戦争にチャンスを与える、まあちょっと聞くと物騒なタイトルですが、これをなんかよく読みますとね、緊張緩和に向かったからといって日本の政治は、日本国民は本当に万歳良かったよかったでいいんですかと書いてあるんです。一つは東京の一等地にですね、北朝鮮大使館ができますよと。そうすると大使級の大使交換級のこう交流を置いてるってことになると、まあ日本もどの程度か分かりませんが北朝鮮に行きますね。で、彼らも入ってきますね。もう今のこの不可解な状況、日本人として納得もできない拉致問題であるとか、その他たくさんのですね、甚大な被害を被ってきたこの状況、騒がされたこの状況をですね、全く無にして、いきなりこんな大使級のお互いにまあ、これまでのことは水に流しまして、じゃあ今後これから拉致問題を解決しましょう、テーブルに上げましょう、こういう認識でいいのかと思いますね。一方でこの対立が継続した場合はですね、緊張関係がずっと維持するわけですから、まあおそらくは日本のメディア、世論の中でこんなに高い安全保障コストをかけるんだったらもっと国民生活に向けるべきだと、こういう議論当然あっていいと思います。出てきます。それは日本は民主主義な国ですから。で、国内の世論の分裂をきたして混乱に至る。そうすると安全保障コストとこの世論の混乱の中で、しかし一方で北朝鮮のミサイルが日本を向いている、恒常的な脅威というものはですね、勝手にどいてくれるわけじゃありませんので、このディレンマにはまり込んでいくわけなんですね。まあ圧力かけたですね、アメリカの強い圧力の結果、北朝鮮の今の状況ですが、これは経済制裁だけではないですね。アメリカ経済制裁だけで出てきたという人がいますが、それは間違いです。経済制裁もそこそこ効きながら、しかしアメリカはですね、まあ戦略兵器を大量に動員して北朝鮮に対して一種のボディーラングイ、行為を使って語りかけてきたわけですね。そういう行為を使って語りかけるという能力といいますか、技量が日本には今ないんですね。決定的に欠けている。これはですね、奥さんがやったことと北朝鮮ではなくて、これは韓国でしたが、徹底的に戦い抜いて、戦略性を持って戦い抜いたことと同じようなものではないかなと私は思っているんですね。この規模や銃弾が飛ぶ飛ばないという違いがありますので、個人の力としては限界もあるでしょう。でも同じような構造を持っているんじゃないかな。私たちが朝鮮半島にですね、臨むとき、好戦的である必要は全くないと思いますし、戦争を仕掛けるのと私も全く思いません。ただ言葉の通じない相手っていうのは国際社会にもいるんですね。あるんですね。で、暴力でしか国内の政権を維持できない国っていうのはやっぱり残念ながらあるんですね。そういうところに向かって日本がですね、何を語りかけたの。バックグラウンドがないとですね、これまではアメリカが日本のバックグラウンドだったと日本人はですね、まあ錯覚をある種してきたわけですね。もうそういうものはですね、存在しない、そういう認識に立って話を進めるべきではないかなと、そう思うわけなんですね。最後に、なりますけれどもですね、やっぱり日本のに今突きつけられている課題というのは直接のいい機会だなと、今回の北朝鮮危機、朝鮮半島や中国のですね、動きをですね、まあ、決断しない、できない政治というのと、当事者としての自覚のない世論、これがですね、国運を危うくさせるんじゃないかなと私は思っているところなんですね。ちょっとだいぶ時間もオーバーしてしまいましたけど、私のお話はこの辺にしたいと思います。どうもありがとうございました。さて、どうもありがとうございました。本当にジャーナリストとして、非常に多角的な見地からご講演をいただきました。どうもありがとうございました。